当にこんなところで、ええ、もうすぐですよ。大丈夫かな。僕はこういうところ初めてでね。安心してください。うちは会員制ですから、外部に漏れることは一切。先生、こちら外された方が。どうぞ。最近は警察の連中も厳しいですからね。固定店舗ですとすぐに足がついてしまいます。ですから我々はこうやって毎回場所を移動してるってわけです。オンラインで海外とつながってます。ただご安心ください。キャッシュの換金はこちらで目指させていただいております。ここで一人でパソコンやってるっていうのも色気じゃないですからね。先生、さあご挨拶だ。はい、初めまして、よろしくお願いします。おう。六本木バニティから来ました、リサです。ユリアです。ユリア、どっから来たの？警視庁組織犯罪対策部から来ました、須藤ゆりあです。極真空手4段です。どういうことかこれは。全部お前の仕業か。抵抗しないでおとなしくしてた方がいいと思います。さっきも言いましたけど、私空手4段です。てめえ金ならいくらでも出す。だから先生、それは先生のお金じゃなくて国民の税金でしょ。いや、それはそう。とにかく詳しい事情は署で聞きますから。見逃してない。任務が終わったばかりで悪いんだが、早速次の現場に行ってもらいたい。お前も知ってるかもしれないが。部長。ん？すごく言いづらいんですけど。なんだ珍しいな。俺とお前の仲だ。遠慮せずに何でも言ってみろ。どうした？私もう潜入捜査やめたいんです。は？お前何言ってんだ。あれか、金銭的なことか。だったらあれだ、俺から上に交渉しても。いや、そういうわけじゃ。じゃあ何だって言うんだ。納得いく説明してみろ。理由はこれです。なんだこの小太りの冴えない男は。私のフィアンセの大ちゃんです。フィアンセ。私秋にはこの人と結婚します。だからもうこんな危険な任務やめたいんです。いや、ヤスト、ちょっと頭冷やさないか。何回も考えました。でも私がちょっとスタイルが良くて、ちょっとだけ他の子より可愛いからって変な衣装を着せられて色仕掛けみたいなことさせられるの前から嫌だったんです。だって潜入捜査ってそういう仕事じゃない。だからその仕事を辞めたいって言ってるんです。普通の刑事職に戻してください。いや、これだってな、刑事の仕事の一環で。私だって普通の女の子なんです。彼以外の男に触られたり変な色味使われるのはもう嫌なんです。辞めさせてくれないなら警察辞めます。もう用意してるんです。どうしてんのか。分かった、
そこまで言うなら。ありがとうございます。でも、あと一回、あと一回だけ任務についてくれ。約束する。次の任務が終わったら、お前を普通の刑事職に戻そう。嫌です。今すぐ辞めたいって言ってるのに、なんでですか？これは？驚いたか。月岡より人、巨額の詐欺疑惑でマークされてる商社の経営者だ。月岡、こいつらはネット上のみで使用できる独自の電子マネーを発行している。元本は保証した上で半年で 5% を超える配当がつくという謳い文句だ。高齢者を中心に加入者を増やしているが、数ヶ月前に一部の人間に対して配当金の未払いが続いているという複数の証言者が現れた。その証言者はどうなったんですか？一人は謎の事故死、一人は海外に移住したことになっているが、事実は分からない。後の人間も自ら失踪して行方をくらましてるって話だ。まあかなりの確率で悪質なマルチ商法と見て間違いない。お前はその組織に潜入して組織に関与している悪事の証拠を見つけ出すんだ。どうして私が？俺も驚いたよ。名前を変えたところであいつに間違いない。お前自身ずっと気になっていたはずだ。この男は姿を消してから何年もな。安心しろ、お前一人で潜入するわけではない。え？須藤、安心しろ、俺も一緒だ。え？女が一人で潜入するのも危険だからな。山川とカップルのふりをして潜入するんだ。よろしくな、須藤。ずっと気になっていたはずだ。この男は姿を消してから何年もな。ゆりちゃん、おかえり。ゆりちゃん、大ちゃん、恥ずかしいから大声で呼ばないで。ごめん。ゆりちゃんさ、ハンバーグできてるよ。おいしいハンバーグ、食べたい。食べよう。